ドジャース・ガーディアンズ7日、日本時間8日、ドジャース・スタジアム・ドジャース・大谷翔平投手30がガーディアンズ戦の試合前練習で2日連続でキャッチボールした写真、キャッチボールを終え、スタンドにボールを投げ入れる大谷いつものように左翼付近でボールを投げ、キャッチボール後はブルペンに移動し、山本由伸投手26のブルペン投球を見つめる姿も見られた大谷は。 この日のガーディアンズ戦に1番 DH でスタメン出場する。